中年オタッキーです。今日は、まあ、動画作っていくんですけど、その前にちょっと面白いコメントが入ってきてるんで、紹介してみようと思います。ちょっと初の試みですが、前回のその前の動画で、ジャンクカメラ2台をね、テストする動画を作ったと思うんですけど、それに入ってきたコメントです。はい、コメント、うーちゃんさんのコメントですね。あの状態から MZ が復活しますか？最初のウィーン音を聞いて、ああ僕が出会ったジャンクと同じ症状だと思っていたのに羨ましい。オタッキーさんのペンタウンを少し分けていただきたいですってことなんですけど、新しい言葉出てますね。ペンタウンペンタックスのウってことで、まあ、ペンタウンですね。英語になるとペンタウン。ペンの街じゃないんですけど。それと全然違いますが。そんなわけでね、今後ね、ちょっと面白いコメントが入ったら、こういう風にね、動画で紹介していこうと思います。まあ、そんなわけでね、どんどん面白いコメントをお待ちしております。で、今日の動画なんですけども、今日の動画はね、このカメラで撮ってきました。これ、キャノン A1 ですね。オタッキーの大好きなキャノン A1 に、ニュー FD50mmF1.4 で撮ってきました。フィルムはね、ローライの RPX400 になります。まあ、ローライの RPX400 以前ね、紹介したんですけども、今回はね、よいしょ。こちらにね、コダックの WX を装填しまして、ローライ RPX400、コダック WX、これをね、400、どちらも400の感度で撮ってきたんですよ。で、その試写なんですけどもね、今回はそのローライ RPX400 で、ニュー FD50mm 撮ったらどんな感じで仕上がるのかっていうだけの紹介になっていきます。WX のね、比較動画はまた次週ということになりますので、とりあえず今回は、ローライ RBX400 の取り味を紹介してまいります。それでは動画スタート。はい、突然自宅なんですけど、実はトラックが壊れましてでね、もう休みしちゃったんですよね。人のトラックと乗りたくないんでね。で、動画をね、撮って帰ってきたんですけど、その壊れる前の日に動画撮ってたんで帰ってきたんですけど、なぜかこのパートの動画だけがデータが壊れちゃって再生できないんで、ちょっと撮り直してます。で、今回の趣旨としてはね、キャノン A1 でね、ローライ RPX400 で撮影した北、まあ、作例を紹介していくんですけどね、この作例の次にまた、コダックの WX の作例になってくるんですが、まあ、それは次回の動画ということで、今回はね、ローライ RPX400 の、フィルムで、まあ、通常の露出、通常の現像で撮影したものを、50ミリのレンズでね、撮影したものをちょっと、見ていただくという感じになっていきます。ここからで、ね、作例紹介していきますが、まあ、50ミリのね、キャノンの50ミリのレンズで撮ったらどんな感じになるのかというところで、見ていただければいいと思います。流上感とかね、快調ですね、あと、コントラスト、その辺をね、メインに見ていただければいいと思います。それではここからは作例となります。はい、作例ですね。ローライ RPX400 をニュー FD50mmF1.4 で撮ったんですが、これ絞り全部11まで絞ってます。なんで11で絞ったかっていうとね、1/1000多分出てないだろうと、キャノン A1。で、オーバーになったりすると嫌なので、1/500だと比較的ね、精度が出てる場合が多いので、1/500の F11 で撮ってきました。で、見た目、まあわかると思うんですがね、RBX400 非常にね、いい感じで撮れます。流上感もね、400にしてはまあ抑えめ。で、コントラストもやや高めということでね、以前に紹介した時も言ったんですけど、トライ X の代わりにもね、十分使えるフィルムなんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、ざらつきはまあ、見て撮れるとは思いますがね、コントラストもいいですし、シャドウ部もね、完全に潰れなくてね、いい感じのトーンになっていると思います。この写真で見たらよくわかるんですけどね、これはね、本当に、シャドウ部がね、よく出てるなっていうのがわかると思いますし、このペットボトルの隙間からね、光も漏れた、地面とかもね、しっかりディテールが出ていますね。まあ、流上感はね、400のフィルムなんで、まあ、こんなもんだろうと。
いう感じ。こちらはね、ほぼシャドウで撮ったんですが、いい感じに見えますね。いい味で撮れてると思います。まあ、レンズの方はね、11まで絞っても、ここまで近くにピント合わせれば、背景がボケますね。で、絞って撮っててボケてる、ボケは結構綺麗なボケになるんで、まあ、おすすめの撮り方には、なると思うんですけどね。で、まあ、今回ね、SPD で現像して、ローライのね、RPX400、を使ったんですけどもね。まあ、こんな感じで、まあ、以前もね、紹介はしたんですが、全然合格点。このフィルムは、買って良いフィルムだと思いますね。買って良し、使って良しみたいな感じで、感度良し、流上感速度。多分ね、吸入剤、T 粒子ではないと思うんですけど、まあ、合格点というか、十分使えるフィルムだと思います。で、価格もそんなには高くないですし、これ十分ね、そのコダック WX とね、ライバルになり得る。製品版が結構安いですからね。トライ X とかと比べると、愕然として安いんで、買っていいフィルムだと思います。結構ね、ネットショップとか、ビッグカメラとかね、ヨドバシカメラとか、そういうメジャーなショップでも手に入れることができるので、もちろん北村さんとかにはまあ置いてないんですけど、通販になりますけどね、比較的楽に購入できますし、まあ製品版ということで現像にも心配がないということを考えると、このフィルムは本当に使い出があるフィルムだと思います。全然常用しても大丈夫だと思いますね。はい、こんな感じなんですけどもね、次週になるんですが、来週になるんですが、これコダック WX で、ISO 400で撮っていた写真と比較していくことになります。果たしてね、まあ、コダックのね、WX、かなりね、ハイコントラストに出るんですけどもね、注目するべきところはやはり、コントラストと流上感、それにシャドウ部の潰れ方ですね、ディテールが出るかどうか、まあ、その辺ね、あと階調が滑らかかどうかとか、まあそういうところもね、出てくると思いますが、モノクロフィルムね、なんでね、フィルムで撮るかっていうね、ところに、疑問を抱いてるデジタルユーザーの方もいると思うんですけど、デジタルってね、もうモノクロは3パターンぐらいになってくるんですね。もちろん、その、ローで撮って、現像してね、いじくってモノクロの調子を変えるとかね、そういう楽しみ方はあることはあるんでしょうけど、モノクロの場合はね、フィルムによってね、味が全然違うんですね。このフィルムで撮るとこんな感じ、このフィルムで撮るとこんな感じっていうね、調子がね非常に変わりますし、現像でも調子が変わったり、増減感して調子が変わったり、まあ、本当にね楽しみ方が無限にあるんでね、フィルム写真のモノクロめちゃくちゃ楽しいんですね。もう自家現像するとさらに広がる、精度のさらに倍みたいな感じでね、楽しみが広がっていきますんで、今ねそのオタキがこれやってるのは、その WX がねどんな感じで使えるかっていうのももちろんあるんですけど、フィルムを変えることによってね、どういう風に変わるか、どういう風に楽しめるかっていうことをね、伝えたくていろいろやっていくっていうのも実はあったりするんですね。そんなわけでね、来週になりますが、WX でね、全く同じカット、まあそれで手持ちなんでね、ちょっと構図は変わると思いますが、全く同じカット、全く同じ露出で、キヤノン A1 で撮影していきます。レンズはね、ちょっと銀枠 50mmF1 っていうになってしまうんですけど、どんなね、写真が、撮れたのか、比較動画ね、次回をお楽しみということでね、今回は終わっていきます。で、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日は4名の紹介ですね。4名ともね、タイトルホルダーっていうか、タイトルを取ったことがある人になりますが、ハイレベルの戦いになりそう。というわけで、トップバッター、ギブソンさんですね。ここ数ヶ月かなり忙しく、今年初の投稿です。動画は毎回楽しみに見ています。久々に自家現像しましたので2枚投稿させていただきます。フィルムはアグファ APX100、現像機 X-TOL 1:1、24度 8分。カメラペンタックス ADX、レンズ SMC ペンタックス FA43mmF1.9 です。タイトルは2枚ともなしでお願いします。1枚目は今年14歳になる愛犬。ベランダのシェードの影がしましま模様で みたいでした。最近暖かくなってきて日向ぼっこが気持ちよさそうです。2枚目は鳥のオブジェとその影が印象的に撮影しました。よろしくお願いします。最近カラーネガフィルムが高くなりすぎてモノクロ多めになりそうです。ということですね。で、作品なんですけどもね、1枚目。ちょっと
っとオーバーだったかなっていう感じ、もう一絞り絞ってもよかった感じ、ものすごく解像感とかね、出てるんですけどもね、惜しい写真です。で、2枚目もね、もうちょっと大きく撮ってもよかったかなって感じなんですけど、非常に面白い被写体、印象的な影になっておりますね、技術を感じさせる写真になっております。まあ、モノクロね、中心っていうことに、なるんですけどもね、僕もそれでいいと思いますね。カラーはね、デジタルで撮って、モノクロはフィルムで撮るとかいう遊び方も人によってはありかもしれませんね。はい、ギブソンさんありがとうございます。次はね、野良タビルドさんの投稿です。中年おたぎさん、いつもお疲れ様です。作品投稿のコーナーに参加します。2枚とも撮影機材ミノルタ XD MD50mm F1.4 ベルビア100です。埼玉県の秩父市に行った時の写真です。1枚目は積雪の仏甲山ですかと、ローバイを早朝に撮影。この日は朝日は差し込みませんでした。2枚目はね、足が久保の氷柱で人工の氷です。形がクラゲっぽい感じだったので、ということですね。1枚目のタイトルが冬の差し色。2枚目のタイトルがね、冬クラゲですね。ミノルタ XD MD50mm F1.4 で撮影した写真なんですけども、作品ですが、1枚目ね、光があればというさ、作品ですがね、まあ、ベルビアで撮ったということで、若干色温度が上がり気味にはなってますね。光惜しい。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、非常に美しい。氷のね、光沢がね、テカテカと光って非常に美しい作品になっていると思います。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次はね、のりかずさんの投稿ですね。お疲れ様です。久しぶりの投稿です。先日平安神宮の近くに用事があったので帰りにカメラを持って立ち寄ってみました。門の外から大極殿を見ていると、明治の人たちも古代への憧れがあったんだなと思いながらシャッターを切りました。1枚目タイトル、明治から見た古代、カメラキャノデート EN 後期型フィルムロモグラフィー、R グレイ100ですね。2枚目、タイトル冬の青空、カメラ C35EF、フィルム富士カラー100。ちなみに1枚目の写真に1点白い点がありますが、どうも現像時にフィルムにホコリがついていたようで、そのまま現像してしまったようです。キャノンデータですが、一部改造しています。ファインダーのオレンジのランプがシャッターを押すたび光るのが目障りだったので、分解清掃時に豆球を取り去りました。おそらく露出に影響出ないと思いましたが、念のため小さな抵抗をかましてありますということです。すごいですね。で、作品なんですけど、1枚目。確かにね、白い点があるっちゃあるんですけど、まあ、言われなきゃ気にならない程度ですけど、まあ、このぐらいでね、コンテスト落っこちてしまうこともあるんだな。面白い写真にはなってると思う。この手の写真結構ね、狙い目ですね。2枚目なんですけど、2枚目はね、非常に良い青が出ていますね。このカメラなかなかですね、デートマチック、の流れと同じようなカメラなんですけども、キャノデートの方がちょっと武骨なんですけどね、この手のね、レンジファインダー普及機非常によく映るんだな。のりかじさん投稿ありがとうございます。次がね、四日市の中年男さんですね。中年おたきさんお疲れ様です。投稿のストックが少なくなっているということなので、組写真を3枚投稿させていただきます。タイトルは、黄昏の赤熟天描、です。以前紹介していただきました、赤熟で撮りました。カメラ3枚ともオリンパス OM1、レンズは随行 50mm F1.2、フィルムはプロビア100です。ということですね。3枚組写真になりますが、1枚目なんですけどね、これちょっとね、根がっぽいね、シャドウになってますね。シャドウ部分がちょっと締まってない、ちょっと不思議な感じですけども、リバーサルでもこんな感じなんですよ。2枚目は非常にね、こう光はないんですが、面白い被写体が強いということで、いい写真になっておりますね。で、3枚目はね、これね、微妙な時間にね、アンドンっていうか街灯の光で照らされた建物なんですけどね、露出バッチリですね。四日市の中年男さん、なかなかの技術をお持ちで。ということなんですが、今週はちょっとね、横並びでレベル抜けてなかったので、タイトル画面はそのままということなんで。紛らわしくてすみません。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまででね、一応現時点、撮影現時点で、紹介しきっております。投稿の方お待ちしております。それでは、次のコーナーは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。
今日はね、佐賀 B28、名古屋さんの俺のカメラですね。中田オタキードのお疲れ様です。佐賀 B28、名古屋です。今回はキャノンの黒歴史といえばこれしかない T80 の投稿です。当機は某店舗のジャンクコーナーに550円2台置かれていたうちの1台で、買う気など全くありませんでしたが、手に取ってみるとプラスチック外装とは意外にも上質な塗装と硬質感。かっこよさもあり買ってしまいました。後日専用の AF レンズともう1台のボディも。しかしそのボディは故障で動かず、1台目に AF3570 装着、室内で試すと遅い以前に延々迷って主導権を譲らず、ファインダー台も最低限の警告灯のみ、露出値などは一切表示しませんし、フォーカス精度も音のみで表示なし、1個の LED すらケチるのかと思いました。噂以上 OM707 をも超えるダサカメラと思って数日、しかし撮らずに評価できないと思い、実際にフィルムを装填し外で撮り歩き、やはり一切表示されない露出情報に不安感が、と同時になんとなく感じる自由、さらに慣れてくると確実に感じる数値や理屈からの解放、どう撮りたいか絵表示から選んでおき、あとは思うままにシャッターを切るだけ。面白いのはファインダー中央、自分の実家の家紋のような丸に十字のスプリットイメージで、 AF レンズというよりむしろ MF レンズの相性がいいです。このカメラの設計者の思惑なのか、それまでと違う新しい価値観がじわじわ見えてくる妙な魅力を持ったカメラです。 AF が目的のカメラじゃない、失敗作なんてとんでもないと思いました。実際に撮ってて楽しいし、手放せないカメラになりそうです。撮影はキヤノンイクシデジタル店、撮り歩き中の公園ベンチにてということなんですけどもね、このカメラね、僕も欲しくてしょうがないんですよね。まあ、キヤノンとしてはね、黒歴史ということなんですけどね、マニュアルフォーカスのレンズをつければね、まあ、普通に T70 になってしまうような気もするんですけど、まあ、それでもね、歴史的なカメラということで、ぜひ使ってみたいんですね。非常に無骨なデザインでね、表面もね、まあ、プラスチックなんでしょうけど、確かに質感的にはいいですね。デザインがね、もう本当に戦車みたいな感じでいい感じだと思います。まあ、T90 にはね、タンクという愛称がついておりますがね、 T80 はまあ黒歴史ということもあり、愛称が何なのか分からないですけどね。はい、佐賀 B28 名古屋さん投稿ありがとうございます。はい、今日の動画こんな感じになっていきます。まあ投稿の数がねちょっと足りてないというよりは、動画の数を増やしてるんで間に合ってないという感じなんですけど、そんなわけでね、投稿の方どんどんお願いします。まだね投稿してしたことがない方も、躊躇している方もね、ぜひ投稿していただければと思います。投稿の要領はね、このチャンネルの概要欄、チャンネルの概要欄の方に記載してありますので、それをね、参考に、投稿していただければと思います。その投稿はね、ツイッターの DM で行うことになりますので、ツイッターのアカウントをまだ持ってない方は、ツイッターを始めることから始まりますね。で、ツイッターをアカウント作って、中年オタッキーはね、3つあるんですけど、アカウント。ツイッター検索でね、全部ジャジャンと出てきますんで、それをフォローしていただいて、投稿していただければいいと思います。はい、今日の動画こんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。来週はね、そのキャノン、同じキャノン A1 で、まあ、レンズはね 50mmF1.4 似たようなレンズで撮った、WX のね、比較動画になってまいります。さあどんな差が出てくるのか、果たして全然変わらないのか全然変わらないっていうね、可能性もなきにしもあらずなんですね。どちらもねコントラスト高いフィルムになってますし、どちらも吸入剤なんで、下手したら全く変わらないのかもしれないこともありますが、まあ乞うご期待って言いますね。はい、今日の動画はここまでになります。説明欄の方にね、中年オタッキーの、英語字幕付きチャンネルの方も紹介しておりますので、まだ登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録してご協力ください。英語圏の人たちにもね、中年オタッキーの動画を楽しんでもらおうという思惑であります。どんどんねフィルムカメラを流行らせて、フィルムの、値上げとか販売中止を防ごうということになっております。はい、こちらの動画もね、登録、高評価の方でよろしくお願いします。コメントの方もね、どんどんお願いしますね。はい、それでは今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。